さてと、出かけますかね。さあ、出かけますか。なんだこれ、へし折れてる。はい、てなわけで直します。つーのはまあこれ靴ベラですね。直します。作戦、ここを保管するようなことはしません。ここをまず全部削ってグインってして適当に補強しようかなと。まあ、またやっぱり木だと割れますよね。高圧力でステンレスの方良かったな。ただまあこれ結構高額だったんでね、まあ1000円しませんでしたけど、新しく買うお金もないんで補修します。で、持ってる道具使います。どうなんだ、こうか、難しいな。これをこうして、ここにこう入れて、ここにこう入れて、こうか。で、ここをなんかロックボタン、難しいな。でここを軽く締めの、はい、で、このロックした状態でここを押しので回ると、はい、でこれでカッティングできるわけだ、多分。で、これをこううまく、まあ適当ですね。カッティングできんかな、これで。本当にまあレベル3、この表示でちょっとやってみるわ。どうすればいいんかな。あ、切れるね。ちょっとマスクせんだな、これ。セットマスク。まあ、木のくず、きれいに、まあちょっとこれ外でやってきますわね。だいたい外でこんな感じで削って形整えましたわ。はい、いいと思いますよ。ツルツルだし、はい。部品がとにかく細け、うわ、細け。まあちょっとだけ充電しておきますかね。で、このまま使用してもね、何の問題もないんですけど、
これちょっと補強します。どうせまた割れてくるんで、ここ。まあ、お得意の脱脂ですね。お得意の脱脂しましたね。はい。まあ、何使うかってね、皆さんお手持ちのね、カーボンシート。こんなん買うことないですから、Amazon で買ったことあるでしょ。だいたい刺さる感じで、こういう感じでね、こうビローンって巻いて終了です。これね、カーボンシート。これ貼ればね、割れても中で強力ですから。まあもうアバウトですね、これね、切り方。ここら辺が割れると思うんで、どうすりゃいいかなーって感じで、くるんと巻くんで、巻いてやるんで、まあ、適当っすね。この長さ使うか。ここまではいらねえと思うけど、どうするんかな、どうする、まあこんなもん長さで、これこのまま貼っちゃうか、ぐるんと一周して、どうすりゃいい、難しいなあ。一度まずこれ補強テープをここにこう貼るか、ここにこの先っぽだけ、それでやってみよう、それでちょっとやってみよう、うん、そのパターンでやってみようか。こういう感じで角は丸くしとけば剥がれにくいと。で、表面どう？剥がれねえな。どうする？こうしたと OK。はい。ここはこうした。よし、取れた。表面取れた。さあ、ここをどう折り込むかがプロテクニック。切って折り込むしかねえな、うん、無理だね。こうでしょ。はい、ここを折り込んだと、ここも折り込むと、こう折り込むとな。こう斜めに折り込みたいから、やっぱこうか、こうかな。はい、こう折り込む。ここも斜めに切りたいんで、こう折り込むわけだな。いいぜ。ここはここも真ん中かな。いいぜ。で、なんか結局切り刻んだな。なんか。結局、切り、刻みまくりか。うぜえな、もう。切り、刻み。で、ここもなんか。で、もう一回これをこうやって、やればいいんじゃねえかな。多分。いくぞ。これならいける。こうか、真ん中、はい。回した。つけた。先こっち折れんか。先こう。折ります。よーし、任せろ。折りました。はい。折りましたと。な。うぜえな、もう。くっつきました。さあ。くっつきましたと。で、まあ、軽く切ります。なんか違うような気がしてきたな。なんか違うような気がしてきたが、折りました。うん、よし、ここをカッチして、このままでいいんじゃねえかな、このかじりっていうか、ここ
意外に。うん。このヘラ、このヒラヒラそのままで、よしっていうパターンにしておきます、ここ。見てください。カーブンが完成です。靴べらカーブン。はい。完成した。カーブン靴べら。試してみます。